7番のルーキーの吉原奈々、玉の初登場です。前々場所松戸の最終日に初勝利を挙げております。勝負どころ打賞の周回に入っています。誰がレースを動かしてくるか。人気の軸梶田は3番手、対抗格中川が1つ前のポジション2番手にいる状況。打賞です。まだ我慢比べか、誰が動くか。6番手から復帰戦、佐藤和子、まずは自分から動きます。復帰戦、まずは自分との戦いです。4コーナー、佐藤の先行で冷静に梶田がもう2番手、外から藤巻との踏み比べ、すんなりとって中川も梶田の後ろぴったりと続きます。上位3強対決が6番の藤巻が3番で、内川、中川と粘って3番手から中川が先にまくって梶田が合わせますが、中川が先にバック先頭、梶田が2番手収まった。今度はその後ろ6番の藤巻3番で、1番の井の駒見切り替えて4番で内潜り込みかかった。4コーラが直線、中川涼子3番で負け、冷静に乗って2番の梶田が貫禄の追い込み。2着どちらだ、2着微妙だ、藤巻か中川か。3番の佐藤ワック復帰初戦の今シーズン、昨日は打賞4コーナーから先行しましたが中川にまくられて7着です。4番の梅田幸は昨日は6番手から追い込んで5着の戦歴です。レースは打賞の周回3周目に入っています。6番の梶田が1番前、7番の猪子、5番地元の三宅、ここで打賞です。1番の中村は4番手、2番の山口、3番佐藤、4番の梅田です。ガールズ4期生の2人が、佐藤、梅田が6、7番手が動き出した。今日もやはりジャンの4コーナーから佐藤が先行で、梅田勇気同期の2人が前に出ます。3番佐藤が2走目を先行だが、4番の梅田が離れた。6番梶田はローセル2番と収まった。4番の梅田が流れ、梅田梶田の後ろ、5番の三宅と7番の猪子は4番で、ここは並走状況で1番の中村6番手、2番の山口7番手、ガールズ1期生2人は6、7番手、4番手内川7番の猪子は追い上げて、5番の三宅の外からまくってきます。3コーナー番手まくり、6番梶田も番手まくり、5番の三宅入りうまく乗っていけるか、7番の猪子も切り替えた。2番手並走で6番手が外外、中村まくり追い込んでくる。6番の梶田はセーフティーリード、1番の中村がまくり追い込んで2着か、5番の三宅と好勝負、2着微妙だ。初日は大谷まくられたんですが、離れた第2選考で2着粘り、昨日は6番手3コーナーからまくり追い込み3着であります。打賞の周回、一番後ろからまずはガールズ1期生5番の中村ゆかりが動いた。中村ゆかりがまず1人で動いて、太田龍の横、太田が内側1つ下げるか。打賞です。梶田の後ろ2番のここは太田、そして3コーラー6番の中川、一旦これでインを切った。藤巻の前に出ました。中川涼子はインを切って流します。1番梶田が3番手、太田龍はもう1回また4番手、ホームから2番の太田が、しかホームから太田が先行、太田が決勝戦、太田龍先行、1番の梶田が冷静に追っていくは先頭にまで車間が広がった。1番の梶田が浮かされた。6番の中川が第2先行、先頭の2番でリードは5写真以上。太田がここは一気にここはまくってちぎる勢いか。6番の中がお手を崩し、梶田もどうした、梶田が伸びを変えてる。3番外浮いた、7番の藤巻打ちをつく、ちぎったちぎった。2番の太田、玉の発動の強さを見せつけた太田龍です。2番7番、あとは6153着どうか。さあバック通過して金が入ります。その梶田を見る格好で4番の日野勇気、3番の宮内愛、この辺りも勝負どころどう動いてくるか。まだ静かな展開、誘導のペースを使いながら6番の成田かなえが前で待っています。主力勢まだ中段後方に控えています。5番の石井貴子は3番手、梶田舞が後方の5番手で4コーナーから直線に向きます。さあこの辺りまだ動きがないまま最終周回、3
さあここで誘導が外れて一旦ペースを作るのは6番車成田、そして後方から一気に梶田前がロングスパートをかける。さあ梶田前のロングスパート反応して5番の石井がその後ろにつけました。2コーナーから向こう正面、さあ主役勢2人が先頭2番手最終バック、踊り出たのは7番の梶田、あとは5番の石井が2番手、飛びつく6番の成田に追い上げた2番の佐藤3番手か絡んで、あとは混戦4番の広に1番の戸田美代子中段もつれています。さあ先頭梶田前、しかし番手石井貴子が踏み込んで4コーナーから直線に向きます。さあ梶田を捉えて5番の石井貴子先頭に変わりました。2番手争いこれは混戦だ、外目1番の戸田美代子が追い込んで五輪、間2番の佐藤優香。注目の2番車梶田が前で待って、奥井文也はまだ4番手、静かな展開3コーナーから4コーナーカーブです。さあ梶田の直後は3番車三宅、6番の戸田とこの辺りが副平陣、奥井文也がその直後につけてこの辺りでタイミングを測っていきます。まだ後続全く動きがないまま4コーナーから直線、まもなくレースは最終周回。ちらっと後ろからの動きを確認した梶田前に対して、さあ外に出した奥井文也、そろそろこの辺りで仕掛けるか。最終周回1コーナー待って徐々に奥井文が前に接近、前で梶田前が合わせながら踏み込んでいきますが、さあスローな流れ、スローな流れで最終2コーナーから向こう正面、ここで仕掛けた1番の奥井文、しかし梶田前がなんと突っ張った。さあ梶田前が今日も先行策ですが、並走から奥井文現在2番手、ちょっと苦しい展開になっている。最終3コーナーそれでも前に迫る1番の奥井文、奥井がどうやらねじしてるか、まだ梶田前も抵抗だ。後ろは3番の三宅、あるいは7番の日野が追い上げて4コーナーから直線、さあ外に浮いた1番の奥井ですが最後は突き放した。奥井文ねじ伏せて快勝、ゴール。2着2番の梶田が粘ったか。さあ打賞が入ります。まだ静かな展開。昨日予選1勝を挙げました4番の内村真織は現在4番手、その後ろから7番の奥井文。さあ奥井がどのあたりから動きを見せるか、やはり2センターから4コーナーから徐々に探っていきます。その後ろは後位5番の戸田美代子、6番の三宅は内を作っていきます。4コーナーから直線、ちょっと中段以下もつれていく。さあここで早くも誘導が外れて、このまま梶田前がペースを上げていく。しかしながら外から奥井文、あとはその行為をめぐって1番の石井あたりも食い下がってくる。1コーナーから2コーナー、しかし奥井の仕掛けに合わせながら梶田前流しながらの先行だ。さあ今日も梶田前が先行策、奥井文ちょっと立ち遅れて現在2番手、昨日とほぼ同じような格好で最終バックを迎えます。さあ梶田前と奥井文両者の力勝負、その直後は内2番の東口、外1番の石井、後ろから4番の内村も外を踏んでくるが、さあ前のもがき合いを外から踏み込む1番の石井貴子、前を捉えるか直線コース、さあ直線外に伸びたのは1番の石井貴子だ。地元石井貴子見事な一戦快勝。あとは続いた4番の内村、粘った7番の奥井、2着争いです。年末のガールズグランプリを見据えての競争になります2番の梶田舞、3番手は1番車の小坂智子です。残り2周を通過、3番地元の坂本咲、前走の地元開催は前取りから動いての競争を見せています。6番の中西かなみがまず上がってきています。仕掛けることができる中西、中西が2番手から前の位置誘導下がっています。野口を抑えていきました6番車中西かなみ、野口が2番手で受けて2番の梶田が3番手、小坂が4番手、続いて中段のうちに3番坂本咲、7番車の野口が前から先行を取っています。2番の梶田が外に回って後位の体勢、早くも2番の梶田が仕掛けてくる。最終まもなく2コーナーからバックストレッチ、行き切る2番車の梶田前、2番手は1番車の小坂智子に、内で7番車の野口のぞみを粘っています。6番の中西かなみがいて4番の成田かなえ、3番坂本咲、まもなく第4コーナー直線コース、梶田舞先頭だ。7番野口粘った梶田、そして7番野口、あとは6番車の中西か。4番手に1番車中西かなみです。中西が道中は4番手からの運び、6番の田畑真理田です。
3番車の岡村育子が6番手で、最後方は2番の中野咲希が回っています。レースは打賞の周回、まもなくジャン前2コーナーからバックストレッチへ。現在前を取っているのが5番の梶田、2番手7番車の小坂、4番の亀川が3番手で、1番中西、後ろにいました2番の中野が上昇する。先にまず前に上がっていった2番中野咲です。中野が前を取って2番手5番の梶田、7番の小坂に4番亀川追走しています。残り1周回 400m、 前は2番車の中野咲、2番手5番の梶田、後位から追い上げていく1番中西、中西が仕掛けて、そして合わせるように梶田、梶田も2番手から踏んでくる。主導権5番の梶田に変わっています。2番手は7番車の小坂智子、そして1番車の中西かなみに、4番の亀川、そして内は2番車の中野咲、4番手並走しています。まもなく4コーナー直線コース、5番の梶田先頭だ。梶田力強く押し切っています。追走7番の小坂2番手。機動力を持った6番車亀川文香、最後方から4番車野口のぞみの体勢。残り2周を通過します。まだ動きはありません。1コーナーから2コーナーです。前で待ち受ける5番小坂、2番手から2番の東口、3番梶田、3番手で7番中西が梶田の後位、最後方にいました4番野口が上がってスーッと前の位置まで上がっています。2番手まで来て誘導はすでに引いています。600メートル通過、まず野口が一旦前を取ります。5番の小坂2番手で2番の東口、梶田と行って7番の中西、最終選考4番車野口のぞみ、野口がホーム線を取ります。5番の小坂が2番手、2番の東口、3番梶田が4番手、そして後ろから1番車大久保を仕掛けて、大久保の仕掛けに合わせて中段から3番車梶田も踏んでくる。先行4番野口、2番手に上がる3番梶田、そして1番車大久保佳林、その後ろに6番の亀川の体勢で、まもなく最終コーナーです。抜け出す3番梶田、梶田かあるいは大久保か、あとは外6番の亀川。